ネフタリオーソトは、横浜 DNA ベイスターズに、所属するプエルトリコマナティ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2007年の MLB ドラフト3巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッツで、プロデビュー。40試合に出場して打率。303.2本塁が、28打点。 二投類の成績を残した。2008年は、パイオニアリーグのルーキー級、ビリングスマスタングスト A 級、デイトンドラゴンズでプレーし、2球団合計で67試合に出場して打率。340.11本塁が、47打点、二投類の成績を残した。2009年は、A 級サラソタレッツでプレーし、131試合に出場して打率。 248.11本類が57打点1投塁の成績を残した。2010年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、134試合に出場して打率。268.21本類が73打点の成績を残した。2011年は A 級カロライナマドキャッツとトリプル A 級ルイビルバッツでプレーし、 2球団合計で106試合に出場して打率、278.31本類が80打点、1盗塁の成績を残した。11月18日には40人枠入りした。2012年はトリプル A 級、ルイビルでプレイし、122試合に出場して打率、245.14本類が59打点、2盗塁の成績を残した。 2013年は開幕からトリプル A 級ルイビルでプレイし5月18日にメジャー初昇格した。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に出場するも13打席で無安打だった。2014年は21試合に出場して打率100点1打点の成績を残した。 オフの10月28日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ルイビルへ配属された後11月3日に FA となり12月8日にマイナー契約で再契約した2015年3月23日に金銭トレードでシカゴホワイトソックスへ移籍したこの年は参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレーし53試合に出場して打率 246.2本類が24打点の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2016年2月8日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。この年は、参加の AA 級ハリスバーグセネターズとトリプ AA 級シラキュースチーフスでプレイし、2球団合計で122試合に出場して打率。 274.10本類が62打点に投類の成績を残した。2017年も AA 級ハリスバーグとトリプル A 級シラキュースでプレイし、2球団合計で135試合に出場して打率。311.24本類が82打点の成績を残した。シーズン終了後の11月6日に FA となった。 契約期間中の10月31日から11月1日までは、日本国内で横浜 DNA ベイスターズの入団テストに参加した。2017年11月10日に横浜 DNA ベイスターズへの入団が発表された。前述した入団テストの結果を受けての1年契約で、背番号は99、登録名には外を使用する。DNA では、 この年に在籍していた6人の外国人選手のうち、日本シリーズ進出に貢献したホセロペスト3名の投手が揃って残留。11月10日には、外に加えて、エディソン・バリオスをベースボールチャレンジリーグの富山サンダーバーズから獲得することも発表した。このため、1軍の公式戦で同時に登録できる選手数が4名に限られる外国人枠を 上記の5選手と争った。2018年には、春季キャンプから、本職の内野に加えて、外野の守備を練習。キャンプの終了後には、一軍監督のアレックス・ラミレスから、野手 MVP に選ばれた。オープン戦では、15試合の出場で2本の本塁打を打つとともに、NPB 全球団の規定打席到達者では7番目に、高い打率、313を記録。 ロペス、パットン、バリオスと並んで、一軍公式戦の開幕登録メンバーへ名を連ねた。しかし、東京ヤクルトスワローズとの開幕戦の、試合前練習で、右ふくらはぎの違和感を訴えたため、開幕戦への出場を見送った末に、翌3月31日付で、出場選手登録を抹消された。抹消後は、外野手として、 イースタンリーグ公式戦6試合に出場すると打率453本塁打を記録。一軍の打線が打撃不振に陥っていたことも背景に5月6日付でウィーランドに代わって再登録を果たすと同日の対読売ジャイアンツ戦で2番右翼手としてスタメンで一軍公式戦へ初めて出場した。この試合では 一回裏虫一塁で迎えた初打席で、野上龍馬からの敵時二塁打によって初安打、初打点、三番打者、筒郷義友の敵時打で、初得点を相次いでマーク。三回裏の第二打席では、野上龍馬から来日初本塁打を記録した。さらに、5月13日のタイヤクルト戦まで、4試合連続で、複数の安打を打った。DNA の外国人選手が、 一軍公式戦のデビューから4試合連続で複数安打を記録した事例は横浜太陽ホエールズ時代の1988年にジェームス・パチョレックが達成して以来30年ぶりであるその後のセパ交流戦ではロペスの戦線離脱を背景にクリーンアップの一角に抜擢序盤の7試合で24打席連続ノーヒットに陥ったものの 6月7日の対埼玉西武ライオンズ戦で一軍公式戦初の3番打者に起用されたところ7回裏の第4打席で満塁本塁打を打った7月22日の対阪神タイガー,アース戦以降はマイナーリーグ時代にもあまり経験がない二塁手としてのスタメン起用が増加9月10月には3度のマルチ本塁打を含む14本塁打を記録するなど打撃が好調で セントラルリーグの月間 MVP も受賞した。さらに9月には、翌2019年からの2年契約で球団と合意したほか、セリーグの規定打席に到達。一軍公式戦全体では、107試合の出場で、打率、310、95打点という好成績を残した。本類打については、7月4日時点でリーグトップの筒がから12本差をつけられていたにも、 かかわらず、8月以降21本を量産した末に、通算41本塁打で、リーグ本塁打王のタイトルを獲得。セリーグの公式戦において、4月終了時点で、本塁打を1本も打っていなかった選手や、レギュラーシーズン中に、本塁打数が、リーグトップのチームメイトから12本差をつけられていた。選手が、シーズン本塁打王の獲得へ至った事例はいずれも、初めてであった。 また、内野手登録にもかかわらず出場試合の大半で外野を守ったことからセリーグの外野手部門でベストナインに選ばれた。2019年には前年にかなわなかったレギュラーシーズン開幕戦の出場をスタメンで果たすと4月28日の大巨人戦で NPB1 軍公式戦通算50本塁打を記録。 達成するまでの出場試合数は130試合で、右打者としては NPB 最速、左打者を含めても、ラルフ・ブライアントの110試合に次ぐ、スピード記録であった。9月10日から横浜で模様された同カードの3、連戦では、11日の第2戦で来日後初の1試合、3本塁打を記録すると、12日の第3戦、第1打席で、 そロ本塁打を打ったことによって、シーズンの本塁打数が40本に到達。DNA の選手が入団1年目から2年連続で、シーズン40本塁打を記録した事例は、横浜ベイスターズ時代の2003年2004年に、タイロムッツが達成して、以来2人目であった。レギュラーシーズン全体では、一軍公式1141試合に出場。打率は、 269と前年を下回ったものの、チームの2年ぶりクライマックスシリーズ進出へ大きく貢献するとともに、通算43本塁打で2年連続の本塁打、王108打点で、初めて打点王のタイトルを獲得した。また、ロペスも31本塁打を打ったため、DNA 及び、全身球団では初めて、2人の外国人選手による2年、 連続シーズン30本塁打が実現。さらに、巨人戦だけで13本塁打を打ったことによって、セリーグの同カードにおけるシーズン最多本塁打のチーム個人記録を更新した。前年と同様に出場試合の大半で右翼手に起用されたことから、前年に続いて、セリーグの外野手部門でベストナインに選出。この年で2年契約の1年目を満了したが、 シーズン終了後の十一月十八日には、翌二千二十年の契約で合意したことが、球団から発表された。二千二十年には、レギュラーシーズンの開幕を二番打者として迎えたが、開幕翌月の七月は、月間打率、二百十九と不振。同月十九日の退巨人戦三回裏の第二打席では、本類だと一旦判定された左翼、ポールキワへの打球が、 巨人側からのリクエストによるリプレイ検証でファウルに変更されながらもカウント1から1から再開された打席で左翼席にシーズン7号本塁打を打った8月から調子を上げると9月4日の対広島戦で3年連続のシーズン2桁本塁打を記録9月19日の対巨人戦3回裏の第2打席で NPB1 軍公式戦 通算0 0本塁打を達成した。達成までに要した試合数は321試合で DNA 及び全身球団の選手では史上最速打球団の選手を含めても史上6番目に速いペースだった。10月10日の大阪新戦では2打席連続で本塁打を打ったほか1本目の本塁打で3年連続のシーズン20本塁打を達成した。 この年は新型コロナウイルスへの感染拡大の影響で、レギュラーシーズンの試合数が例年の143試合から120試合に減少しており、3年連続の40本塁打には及ばなかったが、チームトップの25本塁打を記録した。守備面ではタイラー・オースティンが野手の侵入団やロペスの不振などを背景に、前年までとは一転して内野を守る機会が増加。 66試合で1塁、58試合で2塁の守備についたのに対して、外野手としての起用は20試合にとどまった。シーズン終了後は2年契約の満了に伴い、挙手が注目されていたが、12月2日に、球団から翌2021年から新たに3年契約を締結したと発表された。2塁を守る、外戦士右後ろに構えたバットを上下に揺らす、 コンパクトなフォームから広角に強打を打つスラッカーであり、初級から積極的に打ちに行くスタイルで持ち前のパワーを生かした長打率が非常に高い。DNA 入団1年目の2018年にはセリーグ公式戦143試合中107試合の出場ながら本塁打と長打率でリーグ1位を記録。シーズン中にマルチ本塁打を8度記録するほど固め打ちが得意な 一方で、セリーグ球団の本拠地で、パークファクターの低い阪神甲子園球場と名古屋ドームで合わせて12本塁打を打つなど、広い球場ほど長打を量産しやすい傾向が見られる。本来のポジションは一塁手や三塁手であるが、DNA への入団後は、チーム事情に応じて、ユーティリティープレイヤーとしての一面も発揮。本職の一塁に加え、 アメリカ球界時代にほとんど経験のなかった右翼や二類の守備にもついている。プエルトリコ代表時代のチームメイトで2012年から4年間ヤクルトに在籍していたオーランドロマンから来日前に日本の情報を入手するなど研究熱心な一面を持つ。DNA2 年目の2019年には春季キャンプへの参加で来日する直前に 自身と同じプエルトリコの出身の女性と結婚。同国内で挙げた結婚式の直後には、ウェディングドレスに身をまとった妻とのキスシーンを映した画像をインスタグラムに設けた自身のアカウントで公開した。2019年に千葉ロッテマリーンズへ在籍していたケニス・バルガス。内野手とは、登園の間柄にあたる。バルガスは、外と同じ時期にロッテへ入団したものの、 n p p では成績が振るわず1シーズン限りで対談している。ありがとうございます。